どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。今回は前回続きですね。まず建設予定地建てて、そのままこの南の方の配送センターに行きたいと思います。なのでちょっと寄り道なんですが、まずここまで行っちゃいましょう。さあ、結構ね、このルートあると本当楽だね。支給品のはしごとロープ用ファイルとか、あれ、やっぱあったらあったで便利だね。で、まあ、特に食さなくてもいいか。さあ、体力の心配もしつつ、あ、燃料があるね。待て待て待て、まさか。ああ、そういう感じなのね。全然ロープは使う予定ではなかったが、あ、でも武器か、これに関しては。はい、ドーンと。そして降りると。おお、バーって降りれればいいんだけどね。ディビジョン2みたいにね、あれもあれでかっこいいんだけどね。こんなもんかな。行こう行こう。で、この虫ちゃんはいっぱい持ってて損はなさそうだね。あ、特急か。結構思ったより降るね。さあさあさあ、とりあえず。指定したポスト建設予定地に着いたか。よし、はいはい、建設装置を装備してくれ。建設予定地にポストを建設するんだ。これが、あ、これか。で、あ、この辺りいいか。ドーン。あ、違う、思ったのと違う。そういう落ち方、なんか 3D プリンターみたいだね。すげえな、この発想面白いね。でも最終的に飲み込まれていくと。ほう。さあ、 S ランク、めっちゃサービス上がるな。よくやったサム、ポストの建設に成功したな。さあ、機能は結局一緒ってことね。で、このマーカーを削除して、さあ、問題はここまでどうやっていくかだね。とりあえず川沿いにこのまま降りていけばどうにかなりそうなんで、あの樹脂もちょっと持っていきたいね。これ80って80キロってことか。いや、でもそんな感じじゃなさそうだね。
はい、ゲッチュ。いやでもスタミナもちょっと少なくなってきてるね。いやでも急にさらされて多分はしごとロープ用ファイルは劣化してそうだな。喉が渇いてきた。飲もう飲もう。で、水筒は1回で225飲むわけか。さあ、はしご正直この方向でいいのかな。まあ、やっぱ渡ってたが良さそうだね。乗れた乗れた。危ない危ない危ない絶対に落ちてたと思うんだけどな。さあ、こんなところで落とし物があると。結構重いのか。はしごか、あそこ。ちょっとバランス悪いんで。あ、やっぱ全安定するんだね。取るのちょっとありかなと思ったけど、あれなんだ、誰かが建てたもんなんだろうね。左側は登っていきたいなっていう気はするけどね。マジでそんなことできるの。ちょっと待った、なんかすっげー音したな。急にライフが表示されたけどどういうことだ。なんかあるね。サム、気をつけろ。ほいほい。探知されたな。その場所に留まっていては危ない。逃げるんだ。連中に追いつかれるな。早く目的地へ向かうんだ。ほいほい。荷物を探知されたってどういうことだ。サム。ほいほい。今は配送を優先するんだ。あ、でもこっちにもいるね。あ、結構こんな感じで戦闘パーティー的なの発生するのかな。構える。なるほど。うん、こういう風に装備は変えられるってわけだね。投げやり。
あ、びっくりした。バグったかと思った。なんだなんだ。ミュールに遭遇したようだな。トキウのせいで逃げていった。ミュールも BTA の恐怖には勝てない。なるほど。ミュールっていうんだね、あいつらはね。ただめっちゃはしごばっか持ってるなぁ。はしごしか持ってねえなっていうぐらい。さあこのまま先進んでいこう。結構普通に言ってるけど、これでいいのかな？さあさあ、なんかどっかで降りないといけなくはなりそうな気はするけど、この辺りで降りておくか、なんかそんな感じがする。さあ降りて、しかもね、雨の中めちゃくちゃ滑るね。あー、このサイクリングすげえな。もうね、十字キーかスティック押してないんだけど、それで勝手に進んでいくのよ。すごいな。さあ、まあ戦闘区域だったのかな。無事問題なく過ぎたわけですけどね。さあ急ごう。結構警戒区域広いんだね。反対側もあるしね。まあでも落とし物は特になしと。まあ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 、いやー、乗り物あるなら乗り物早く欲しいね。さあこのままパイロット通信系は特になしか。ん？ルーデンスマニア。ほう。でも俺はしごとか持ってたっけ。ここだけか。行ってみよう。まあね、ちょっと荷物の劣化は気になるんだけど、どうせだったらね。うまくいけば雨宿りもできるかもしれないからね。それ考えたら試しに行ってみるのは十分だ。そう、そうだ。山の反対側って感じかな。大した坂じゃない。
さあ、大した坂じゃないということで、反対側っぽいね。いや、意外と大変だな。あった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 。雨宿りもついでにさせてもらって、反対か。いや、そういうわけではないね。でも開けてくれないね。頑張ってきたのに。マジか。んじゃ、こっちだね。あ、おお、意外と耐えれるね。多分あのカエラル通信っていうか、あの線に沿っていけばそれなりに目的地に着くんじゃないか。待て待て待て、ここに来て BT が来たか。ここに来て、マジか。まだ近くにはいないと。いたね。結構この息を止めてってなかなかやね。うわ、マジか。いや、このさ、意外と結構アイテム取っていくのか、きついね。あ、運ばれた。マジか。お、なんだそりゃ。おお、マジか。さあ、いきなり戦闘。ああ、どうぞ。うわ、マジか。
奥の方になんか あるっちゃあるがっていう感じだね。いやー、これはどう戦えばいいんだ。あ、なんかいる。助けてくれ。本当だよ。これを使え。あ、いたいたいた。グレネードとかあんの。ありがとうありがとう。サンキュー。ただダメージ入ってきてるマジでそこなんだけど、まずうおーマジか。さあ、とりあえずいろいろ進んでルート変えて戻ってきたんですけど、まあこの辺りだね。いやー、でもちょっとね、さっきの積んだ状態はちょっとあれ辛いね。多分何かしら倒す手段があるんだろうけど、渡されたグレネードとかね、助けてもらったんだけど全く返してもらえないか、倒せなかったね。ライフが乗ってるのかどうかもちょっと分かんない感じだったし、そのあたりもねちょっと難しかったかな。さあ、金属と、さあ、これ以上はなかなかきつそうだね。だな。もうちょい。いやー、でも BT はほんと合わない方がいいね。できるなら。さあ、こっからだね、またね。さあ、とりあえずこの辺りにはいないと。そっち側にいる。その結構確定範囲が狭いっていうのがね、前にいるか。
待て、結構近くいるね。いた。でも方向的にあっち刺してんのね。いるか。そう。この状態では。おう、いや意外と見えねえな。いた。さあここも抜けて、意外とねこの精度がねそんな高くないっていうね。さあ、書物めっちゃ重いな。それでもか。まあとなると、若干ダメか。これでいこう。ちょっと待った。多分近くいるの。白か。意外としかもこの荷物が、分かりづらいっていうね、視界を奪ってね。いやー、むずけーな、これ。めっちゃ近くいる。どうだ、ほんとよっぽど場所悪かったんだね、さっきのところはね。いやー、いろんな人が物を落としてるってことは、それだけ失敗した人も多いんだね。さあ、この状態で見て、大丈夫そうだね。
いやー、結構な距離逃げてきた気がするけど。わからない。BB が動かないんだ。大丈夫。一時的に機能は停止するが、修復は可能だ。設備でメンテができる。この先の配送センターへ急いでくれ。まあとりあえずって感じだね。中毒。まあとりあえず急いで。ここに行かないとね。あった。意外とない。行くか、このまま。お、すごい。なんかバイクの幕がある。あれは気になるな。移動手段が楽になるかな、これで。BB は可動負荷が限界に来ると、体内で毒性物質を作り出して、自分自身を攻撃し始めるんだ。自家中毒を起こす。それを回復するためには、配送センターにあるプライベートルームに、プライベートルームね。やっぱきれい。まあいろいろ無理して持つのはやっぱ無理だね。渡るのがいいか。危ない危ない。スタミナ回復して、この状態だと、うん、いいね。さあさあさあ。で、スタミナ回復。これだ、さあ、これでいこう。さあ、もうちょいしたら、着くね。あとあれだね、靴のゲージもだいぶ減ってきてるね。さあ、もうちょいだ、頑張ろう。いやー、でも結構苦労して運ぶくん、すごい達成感はあるね。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では土器を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。さあ、これはどんだけ破損してるかな。あんまりいい感じはしないよね。いや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 、端末を起動してまず納品。でもすごいね、あの劣化した感じは綺麗に反映されてるからね。映ってるっていうかね。はいはい。サム・ブリッジズ第二次遠征隊だろ。たった一人でカイラル通信をつないで荷物まで運んでくれるとはな。本当使いっぱしり。よく運んでくれたな。ありがとう。あんたは BT の座礁地帯をくぐり抜けてきたんだろう。伝説の配達人って噂は本当だ。
さあ評価は多分破損、ああやっぱしてないんだね。多分ケースがなんか重厚にされてるからってことだと思うんだけど、2?3? ああ3つ目までいかないか。お、数量は上がったね。お、9までいった。さあいよいよの接続してくれ。おい、一応つながったね。さあ配送センターができたと。加盟を一つ増やしてくれたな、ありがとう。いいえ。あ、ほんめちゃくちゃなんか。ああなるほどね、他のプレイヤーのデータをね。通信がつながった。持ってきてくれた素材とカイラルプリンターがあれば遠隔地のものもここで生成できる。つまり配達人の苦労も減るわけだ。頑張って西までつないでくれ。よし、カイラル通信がつながった。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーターにつなごう。お疲れ様でした。もう前に託せるものは託そう。リサイクルっていうのは相手のっていう感じか。あ、そういうことね。これは一個。サンキュー。ああ、それでアイテムがそういう風に手に入るわけね。まあ、物資を集めてっていう感じだね。そういえばちょっと話をする前に気になるものがあって。そうそう、これこれこれ。乗車できねえ。そうか。いや、もし乗れたらさ、保管できんかなと思って。じゃあそんなことしてる前に、ブリッジベイビーにもちょっと保育器だったかな。預け行きますか。デッドマン、聞いてるか。どうしたらいい。いいか、サム。ポッドを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。繋いだ。よし。一時的なストレス状態だ。
母親の子宮に戻してやればもう大丈夫。母親？母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。脳死状態でな。ステルマザー？そうだ。ビビーはステルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れるんだ。このポッド内の環境はステルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。ビビーには常にステルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のスティルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。見ろ、キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データと BB がリンクしてポッド内環境を最新状態に更新している。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。今後はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。結構寿命はやっぱ少ないんだね。 BB を助ける方法はないのか。今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何か分かるようになるかな。ああそうだ、あんたの血液に BT が反応を示した件についてだな。ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。ハートマン？とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる。おやすみさま。超優しい。でも寝るときにそこつけるんだ。寝返り打てなくてきつそうだな。私が見える。そっちはどうなんだ。出ることはできないけど、見張りもいないし縛られてもいない。カイラル通信がここまでつながってくれたら東に戻れるわ。あなたさえ来てくれたら戻れるの。ありがとう、嬉しかった。もう猶予がないの。都市では少しずつ人の数が減ってきている。子供も生まれなくなってきている。人は孤立する生き物じゃない。寄り添ってお互いを補う生き物だから。この国を生き返らせてみんながもう一度つながらないと。そうね、ブリジットは言っていた、絶滅だって。だがアメリカを再建しても奴らはいなくならない。
絶滅は避けられない。奴らがいる限り。いいえ、まだ希望はある。サム、待ってるわ。あなただけを、私を助けて。サム、私だ、ハートマンだ。起きたばかりだから君もさっぱりしたいだろ。そうだね。シャワーを浴びておかないか。君にとってもいいことがあるし、実は私も見たいものがあるんだ。どういうことだ？まあ、とりあえずシャワーだね。ハートマンとの会話は初めてか、今回。実際どれがハートマンかっていうのは分かってないからね、まだ。サム、ハートマンだ。デッドマンから話を聞いた。BT の研究は私の管轄なんだ。その排水は研究用に採取する。ドゥームスの分泌物が BT へ与える影響を調べるんだ。他のドゥームスは調べたのか？ブリジーズはみんな調べたよ。私やママも今のところ顕著な結果は出ていない。だが君はドゥームスで機関車という稀に見る資質の持ち主だからね。私にとっても希望なんだ。分泌物、老廃物、回覧モードチェック、ストックします。ほう。データサンプルは君の装備にも入れておく。機会があったら BT に対して使ってみてくれないか。奴らの反応が知りたいんだ。じゃあ次 BT に使うってことか。 BT がドゥームスの体液に対して何らかの反応を示したという古いレポートもあるらしい。それらの記録が一つになれば多くの謎が解明されるだろう。デスストランディングのことはもちろん、君のその特殊な体質や我々ドゥームスのことも。人類を救うことだってできるかもしれない。サム、私はアメリカの再建など興味はない。失われた過去を復元したいんだ。うん、もうすぐ時間だ。ん？繋いでも何もなかったらどうする？どうするんだ？あれ、返答なし。さあ、そのハートマンは何者かっていうところね。休憩中にすまないが、君に伝えておきたいことがある。きっと疲れを癒してくれるはずだ。君が配送をした相手から君宛にメールが届いているんだ。メール受け取り人と君を結ぶ貴重な情報が得られることもあるだろう。届いたメールは手錠端末かプライベートルームの端末で確認してくれ。ほうと、それからもう一つ、カイラル通信は我々を過去の記録ともつなげてくれる。この大陸の各地で失われ断片化したデータが統合されて再び意味をなすようになる。本部ではアーカイブの再構築が始まっている。カイラル通信接続エリアの拡大に伴って過去の記録やデータも順次復旧していくはずだ。第一次遠征隊が本部に送っていた記録はセントラルノットシティの消滅とともに失われてしまった。その当時の記録や証言も復活し始めている。こちらもプライベートルームの端末あるいは手錠端末でアーカイブを開いて確認してくれ。復旧した記録が読めるはずだ。まあとりあえずいろいろとってことだね。とりあえずある程度トイレも済ませとかないと溜まるような感じだからね、老廃物が。端末確認と。
さあ、メール、ジョージボトン。あ、いいねがもらえるんだね。この辺りは、細かい詳細って感じかな。データアーカイブ、そうだね。まあまあまあ、ということで、今回ここまでにしましょうか。切りがいいところとしてはね。いやー、途中の BT は結構辛かったね。まあまあ、そんな感じなんですけどね。まあ次回も多分また BT と衝突するんじゃないかなと思うんですけど、手に入れたアイテムも試していきたいなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。